right? チームの雰囲気は、まあ、前節、まあ、かなりいい形で、まあ、結果的には引き分けっていう形ですけど、まあ、あれだけスター選手のいる相手に、まあ、互角に戦えてたっていうのは本当に自信になっているので、まあ、チームの雰囲気はかなりいいと思います。個人のコンディションとしては、まあ、悪くはないというふうには思っています、はい。まあ、自分はディフェンダー登録になってますけど、まあ、攻撃的な選手なんで、まあ、その守備で追われる時間っていうのは長いかもしれないですけど、その攻撃に切り替わった時のその積極的な攻撃参加っていうのは、まあ、どんどん試合に出たら出していきたいっていうふうに思ってます。まあ、やっぱりその一人一人がそのまずは目の前の相手に勝つっていうところが一番大事だと思いますし、その一人で勝てなくても、まあ、2人3人と人数かけてしっかり戦って、まあ、前節みたいにしっかりいい形で得点できればいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。